三人じゃなきゃダメだった理由。サントリーが選んだナンバーアンダーライン愛の驚くべき背景。サントリーが神宮寺ゆ太たと岩優太たにもオファーした理由は、ナンバーアンダーライン愛の平野翔だけではない衝撃的な理由に関わっています。サントリーは、ビアボールの新しい CM キャラクターとしてナンバーアンダーライン愛の三人、平野翔神宮寺ゆ太た、岸優太たを起用しました。 この選択には、いくつかの重要な背景と理由が存在します。まず、サントリーはビアボールの売り上げを最大化するために、広範なターゲット層にアピールできるキャラクターを選びました。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、それぞれ異なる個性を持ち、ファン層も多岐にわたるため、商品が様々な消費者に受け入れられる可能性が高いのです。特に、平野章はすでに幅広いファン層を持っており、 そのカリスマ性と影響力が大きな武器となりますが、神宮寺優太と岩優太もまた、それぞれ独自のファンベースを持っており、3人が揃うことでより強力なマーケティング効果が期待できるのです。さらに、サントリーは商品のイメージを刷新し、より若々しく活気あるものにするために、ナンバーアンダーライン愛の3人を選んだのです。ビアボールは、様々なシーンで楽しめる多様な飲み方ができる商品です。 炭酸水で割ったり、アセロラジュースで割ったりと、消費者が自分好みにアレンジできる点が特徴です。ナンバーアンダーライン愛の3人が一緒に楽しむ姿は、まさにこの商品の多様性と楽しさを象徴しています。また、3人の中の良さと楽しそうな姿が、CM を通じて視聴者に伝わることで、商品の魅力がより一層引き立ちます。例えば、 彼らがビアボールを飲みながらバーベキューを楽しむシーンは、その楽しさと商品が提供するリラックスした雰囲気を視聴者に伝えるのに最適です。サントリーのこの選択は、経済的な効果も考慮しています。3人の人気が高まることで、商品の売り上げが増加し、ひいては日本の経済成長にも貢献することが期待されています。実際に、彼らの CM が放映されることで、視聴者の関心が高まり、 商品の購買意欲が増すことは間違いありません。さらに、3人が一緒に出演することで、ファンにとっても大きな喜びとなります。平野翔、神宮寺雄太、岸優太の3人が仲良く楽しんでいる姿を見ることができるのは、ファンにとっても嬉しいことです。彼らの中の良さが画面を通じて伝わることで、視聴者も一緒に楽しむことができるのです。サントリーのビアボールの CM は、 単なる広告以上の意味を持っています。それは視聴者に楽しさとリラックスを提供し、商品を通じて新しい体験を提案するものです。ナンバーアンダーライン愛の3人がその役割を見事に果たしていることは、彼らの魅力と才能によるものであり、視聴者にとっても価値のあるものとなっています。以上のように、サントリーが神宮寺ユータとガンユータにもオファーした理由は、多岐にわたる要因が絡み合っています。 彼らの個性と魅力が商品と合致し、視聴者に強い印象を与えることで、ビアボールの売り上げ向上とブランドイメージの刷新に大きく寄与しているのです。この選択が成功を収めることで、今後のサントリーのマーケティング戦略にも大きな影響を与えることでしょう。さらに、サントリーがナンバーアンダーライン愛のメンバー全員を起用した背景には、彼らが持つ強い絆と相互の信頼関係が大きな要因となっています。 平野章、神宮寺勇太、岸優太の3人は、個々の活動だけでなく、グループとしての活動を通じて長年培ってきた友情と連帯感を持っています。この絆が CM にも自然と現れ、視聴者に対して真の友情と楽しさを伝えることができるのです。例えば、CM の撮影現場では、3人がリラックスして自然体で楽しんでいる姿が見られました。彼らが一緒に笑い合い、 互いにサポートし合う姿は、視聴者に対して親しみやすさと信頼感を与えます。これは単なる演技ではなく、彼らの実際の関係性が反映されているため、視聴者にもその真実味が伝わるのです。また、三人の個々のキャラクターも CM において重要な役割を果たしています。平野翔はそのカリスマ性とリーダーシップでグループを引っ張り、神宮寺雄太はその爽やかさと親しみやすさでバランスを取り、 キシユータはそのユーモアとエネルギーで場を盛り上げます。このように、それぞれの個性が見事に調和し、CM 全体の魅力を高めているのです。そして、この CM が視聴者に与える影響は非常に大きいです。視聴者は3人の楽しそうな姿を見ることで、自分たちも同じようにビアボールを楽しみたいという気持ちになります。特に、若者層や家族層に対しては、 この CM が強い訴求力を持ち、一緒に楽しむことの大切さや楽しさを再認識させる効果があります。さらに、サントリーはこの CM を通じて、ビアボールの多様な楽しみ方を提案しています。例えば、炭酸水で割るだけでなく、ジュースやその他の飲料で割ることで、様々な味わいを楽しむことができます。これにより、消費者は自分の好みに合わせてカスタマイズできる楽しさを感じることができ、 商品への愛着が深まるのです。サントリーのマーケティング戦略には消費者との対話を重視する姿勢が見られます。CM の中で紹介される様々な飲み方や楽しみ方は消費者からのフィードバックやアイデアを取り入れて進化していくものです。これにより消費者は自分たちの意見が反映されていると感じブランドへのロイヤリティが高まります。さらにサントリーはこの CM を通じて 社会的なメッセージも発信しています。それは、友人や家族と一緒に過ごす時間の大切さや、笑顔を共有することの喜びです。ビアボールは単なる飲み物ではなく、人々をつなげるツールとしての役割も果たしているのです。このように、サントリーが神宮寺ゆうタとガンユータにもオファーした背景には、彼らの個性やグループとしての強い絆、そして消費者に対する深い理解と共感があったのです。 これにより、ビアボールの CM は単なる広告以上の価値を持ち、多くの人々に愛されるものとなっています。サントリーのビアボール CM におけるナンバーアンダーライン i の3人の起用は、マーケティング戦略の一環としてだけでなく、エンターテインメントとしても視聴者に多大な影響を与えています。特に CM の中で見られる彼らの自然なやりとりや楽しそうな表情は、視聴者にとって非常に魅力的です。 このような要素は、ブランドイメージの向上に大きく貢献しています。さらに、サントリーはこの CM を通じて、商品の多様性とその楽しみ方を強調しています。例えば、ビアボールは様々な飲み方ができることから、消費者は自分の好みやシチュエーションに合わせて楽しむことができます。これにより、商品の魅力が一層高まり、消費者の購買意欲を刺激するのです。 また、CM の撮影現場でのエピソードも多くのファンにとって興味深いものとなっています。例えば、撮影中に3人がどのようにリラックスして楽しんでいたのか、どのようなアドリブがあったのかなど、舞台裏のストーリーが視聴者に共有されることで、より一層の親近感が生まれます。これらのエピソードは、SNS やファンサイトを通じて広まり、さらなる話題性を生むのです。最後に、視聴者にとっても、 この CM は新しい発見や楽しみを提供するものです。ナンバーアンダーライン愛の3人が織りなす楽しい時間や、ビアボールの多様な楽しみ方を通じて、視聴者自身も新しい体験を追求するきっかけとなるでしょう。これにより、サントリーは単なる商品販売だけでなく、人々の生活にポジティブな影響を与えることができるのです。この CM を通じて、サントリーは今後も消費者との絆を深め、 さらなる成長と発展を遂げることでしょう。そして、ナンバーアンダーライン愛の3人がその中心にいることは、視聴者にとっても大きな喜びと期待につながるのです。これからも彼らの活躍とサントリーの新しい挑戦に期待が高まります。